たまに重なり合うような僕ら、扉閉じれば明日が生まれるなら遊ぼう。帽子とサングラスが脱げた時になんかちょっと一瞬僕に似た顔がこの辺で見えたと思いますが、あれは多分皆さんの見間違いなんで、勘違いしないでください。というわけで動画終わります。ご視聴ありがとうございました。負けました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。インスタ、TikTok もやっているのでフォローお願いします。それじゃあまた。さあ、いよいよ期待の大エースバッターボックスに上がります。記事ではどでかいヒットを打っていたが、果たしてどんな働きを見せてくれるか。さあ来た、超特急の直球だ。そして打った、これはまさか。